ビーバップハイスクール最強ランキング1位から30位。30位、金太郎。愛嬌のあるキャラクターだが野心家でもあり、入学当初は1年生にして愛徳の番を張ろうと目論んでいた。29位、松本の連れ。トールとヒロシに2人で復讐しに来たマツケンと一緒にいた丸刈りのあんちゃん。28位、原牧哲也。桜ヶ丘の番長、教師からは桜ヶ丘創立以来の悪と言われているらしい。27位、林。菊永と実がいない時に転校しに来る。菊永派を軒並みボコボコにする。26位、三宅。元単車窃盗団のアパッチのリーダー。ヒロシを結構追い詰めたものの、最後はヒロシの頭を使った戦法で倒された。25位、高木。白山高校1年生。喧嘩も強く、サンバガラス以外の上級生に平気で手を出す。24位、前川慎吾。北高のナンバーワン。女性には容姿の分け隔てなく愛を与える主義で、左まぶたに傷を持つスカーフェイス。23位、パク。天保工業高校のナンバーツー。転校したにもかかわらず、その強さから瞬く間に副番になった。22位、梶谷。店舗工業の番長。ベロベロに酔ったトールの歯を折ったことがある。21位、西。柴田と共にヒロシ、トールと互角以上に渡り合ったことから、実力は柴田と同等と思われる。20位、柴田。2年生の時に城東高校を退学になった男。汚い手でヒロシとトールを倒したことがある。19位、持田亮。小柄だが中学生キャラクターでは作品中最強。ヒロシと対マンをしていいところまで行った。18位、池田。ヒロシの中学生の頃の同級生で、ナンバーワンの山田に挑戦し善戦した実力を持つ。17位、亀井万三郎。栄仙高校の番長。喧嘩は強いがかなり歪んだ性格で強者。16位、タガネヤス。名前のみ登場。明南商業の番長。凶暴さは白山高校の大杉にも引けを取らないらしい。15位、大杉。白山高のサンバガラスの一人。過去に何度かナイフで人を刺したことがあるほどかなりの凶暴な性格。14位、枝。白山高のサンバガラスの一人。初登場時にヒロシとトールを一発で KO した。しかし息を吹き返したヒロシに敗北。13位、上位。ミノルの姉ちゃんのフィアンセ。喧嘩のシーンはないが、上等の林がその姿を見ただけで恐怖しており、弱いわけがない。12位、菊永純一。立花商業の番長。ヒロシは私服の彼をヤクザと勘違いしてしまうほどの老け顔。11位、郷ミノル。立花商副番。菊永曰く、まともな喧嘩ならミノルの方が俺より上かもしれないというほどの実力者。10位、仲間徹。本作の主人公の一人。ヒロシに比べると硬派で真正面からの喧嘩がモットー。9位、加藤ヒロシ。本作のもう一人の主人公。口がうまく頭の回転が速く、喧嘩の強さは徹と互角。8位、松本健。白山高のサンバガラスの一人。まともな喧嘩ではサンバガラスの中でも最強と言われる。7位、山田利光。上等校番長。圧倒的な強さと厳格な信念を併せ持ち、ヒロシやトールからも一目置かれる。6位、矢野正明。鹿戸農業高校の番長。腕っぷしは非常に強いが頭は弱い。あだ名の由来はオス牛のようにバカ強い男。5位、松沢。高校時代に一人で8人を半殺しにしたり、最近でも何人ものヤクザを大怪我をさせたと様々な逸話を持つ男。4位、岸直樹。戸塚水産高校の番長。メンチを切っただけでヒロシとトールも逃げたという伝説の男。3位、ベンツ島田。思考や行動が極めて支離滅裂な変人だが、腕っぷしは異常に強く、ヤクザの顎を割ったほど。2位、源田勤。トールの中学時代の先輩。組に所属しているわけではないにもかかわらず、裏社会の人間たちと互角に渡り合った。
1位島崎、鬼の島崎から鬼島との異名がついた少年課の刑事、ヤクザとの癒着が原因で丸坊から少年課に問わされたと噂されている人物、ヒロシやトールは愚か、近隣の不良全体から相当に恐れられている。ご視聴ありがとうございました。